皆さん、こんにちは。今回は、今期のおすすめイヤホン、あ、ちょ、間違えて、片手今回イヤホンみたいな形してるんで、ちょっと間違えて。おすすめの、オーダーをちょっとね、見ていこうかと思うんですけど、始めたての人は、まあ、言わずもがな、この、ステップ3式はあまりおすすめしないですね。これは結構課金できる人向けの、オーダー方式のやつで、ステさんまで行っても、この欲しいピックアップのやつが来なかったりするんですけど、まあ、何でもいいから星4出るならいいや、くらいの気持ちでね、弾ける人は別にまあ弾いてもいいかもしれないと思うんですけど、あまり、おすすめはしないと。で、一番本当にね、本当に始めたての人で、スキレコ200枚以下とか、まあ、200枚台までいけるかな。福袋、上と下どっちもあるんですけど、まあ、好きな方、まあ、これはね、キャラがね、絞られてる感じがするんですけど、この先に出た方のオーダーが、アルゴ、サチ、アスナ、リズベット、ウンタラカンタラーって、これ、まあ、ちょっと見てね、キャラ、出てるキャラちょっと書き出してみたやつで。で、これ、この後に出た方、こっち、リーファ、ユーキ、ストレア、ウンタラカンタラーっていうのがこっちで、このね、入ってるキャラ、どれかを狙って、まあ、引く感じではあるんですけど、まあ、ここら辺がね、一番入ってるキャラで、まあ、このベクターより下あたりからね、あんまり入ってない。まあ、キズメルも一応あんまり入ってはいないんですけど、まあ、有名スキルとかあるんで。まあ、だいたいこういうキャラが出ますよって感じ。で、まあ、後に出た方の福袋、新春福袋はシノンが入ってるんで、まあ、弓使いたいなっていう人は、まあ、後に出たシノンの方かなって感じですね。で、まあ、こっちはね、まあ、キリと入ってるんですけど、まあ、後のはストレアとかリーファとか入ってるんで、まあ、どっちもね、多分直剣のスキルは、まあ、大体入ってるのかなと思いますけど、リズベットがね、こっち入ってるんですけど、こっちその、なんだろう、リズベットユナとか、こっちそのサポート系のキャラが入ってるんですけど、こっちはあんまりね、まあ、たまに入ってるかもしんないですけど、あんまり入ってるイメージないんで、まあ、サポート系のスキルが、まあ、欲しいんだったらこっち。あとは、ヒースクリフ、パワーラサンヒースとかめっちゃ強いやつ。まあ、入ってるんで、まあ、堅牢健康ヒースクリフとかもあるでしょうし、まあ、そういうのね、欲しい人はまあ、こっち。他のね、まあ、アリスとかユージオでね、強い直系のスキルもあるんで、まあ、剣のね、まあ、モッドもね、まあ、そりゃあるんですけど、大体、そのバフとか、直剣元で強いアビリティとか、なんかアリスとか友情かなってイメージがあるんで、まあ、そういうのね、欲しい人はこっちかなって感じですけど、まあ、正直、まあ、大体ですよ。大体こういうキャラが出るってだけで、このキャラの中でいいのか、悪いやつが出るのか、正直わかんない。本当に、闇ガチャっていうか、ゴミみたいなのしか出ないっていうのも全然あるし、まあ、あくまでガチャなんで、まあ、そりゃそうだろって話ではあるんですけど、まあ、例えば、こういうステップ5式でね、ステップ5行ったら、新星41枚確定ですって言って、このね、看板スキル4つのうちどれか出るとか、そういうのではないんで、4つのうちどれか絶対出てほしいなみたいな人はちょっとおすすめしないんですけど、本当に始めたてでスキレコマジで、全然ないよみたいな、星を全然ないよっていう人はおすすめですね。ただやっぱもっと狙うんだったらこれですね。もっとなんか火力となる、火力として使うスキルこれ欲しいんだったらもっとオーダーのがおすすめですけど、スキレコマジ全然ないよっていう人は、このゲームって本当1枚で強いっていうわけじゃないんですよね。よくなんか、ランキング作ってほしいとか、まあ、これが、なんか何が強いのとか聞く人いるんですけど、なんか本当に場面によるとしか言えなくって、そんな思考停止でできるゲームじゃないんですよ。まあ、良くも悪くも。結構思考停止っていうか、なんて言うんだろう、単純なゲームだったらこれが一番強いよ、みたいな、これ人権もみんなこれ使ってみたいなこと言えるんですけど、まあ、逆に言えば、なんだろう、どの武器でも活躍できる。まあ、なんだろうね。でも、片手最近だとパーティーだとあんまりその火力としては強くなかったりとかあるんですけど、まあ、その代わりね、ソロカオス、カオス討滅戦って言って一人でやるやつは結構ね、使えたりもするんですけど、まあ、とにかく場面によるとしか言いようがなくて、
もうどれが本当に強い、まあ始めたての人はね片手直径のモッドスキルがいいっていう風にはなるんですけど、まあその本当にね始めたてで200枚台でもちょっといっぱい被る、あのスキルこう被ったら外れみたいなもんなんですよね、あの始めたての人からしたら。だから始めたての人っていうか、まあ大体の人は本当に相当な重課金でなければ、まあ重課金でもそうだね、被ったらうわってなることあるんですけど、まあ俺重課金じゃないんでわかんないですけど、まあ大体このそうですね、最初言ったこのトラ、まあちょっと関係ないですがトラブルレターとか、このあのステップ3式のやつはちょっと最初はおすすめしないっていうのと、その福袋はまあ300枚台からちょっとおすすめ、しない、まあ引いてもいいけど、あまりおすすめはしないのと、一番いいのは、まあ、こういうステップ公式のやつで、ステップ5まで一周引き切る、11,250 ジェム使って、引き切るってやつなんですけど、これですね、これ。このアスナ引くんだったらいい。これでストーリー進めたっていう人がね、めっちゃストーリー進めるの楽だったっていうんで、まあ、これをね、引くのはすごくいいと思うんですよ。なんでかっていうと、まあ、これはね、バスト発動条件って言って、この属性の順番通りにソードスキルを打っていくと、発動条件が満たされて、で、これをね、スキルパレットで光るんですよ、このスキルが。条件満たされると。これ、打つとね、これめっちゃ強いんで、モッドスキル並みっていうか、それ以上に強いんで、っていうか、モッドより強いかな。強いんで、まあ、これね、モッドスキルと違ってね、モッドの中身になんか入れなくてもね、強いんで、そのストーリーとかでもね使えるんで、まあ、これをねステップ5まで引くのは結構おすすめですね、個人的に。あとこれな、これね、2つともパーティーバフかと思ったら、こっち自分だけにしかかかんないやつなんですよね。まあでも噴光で、これサポートにすごくいいやつで、これはちょっとモーションが使いにくいんですけど、まあアクアパイルっていうことで、まあないよりはいい、この中では一番なんか微妙なやつ。まあ、これね、キングオブレイピアも別になんか悪くはない、むしろいいスキルなんですけど、ちょっとこう、まあ、これ、これ狙いにはなっちゃうかな、このアリス狙いになっちゃうんですか。これね、この中ではね、一周できるんだったらこれが一番おすすめですね。で、これはね、前回の動画で言った気がするんですけど、サポート系なんで、始めたてでね、その、周回、もうなんて言うんだろうな、タンクやるにしても、サポート系やるにしても、やっぱ、ある程度火力出せるようなスキル、その片手直径のモッドスキルとかないと、瓶集めっていうのができないですよ。瓶集めっていうのはなんか強くなるために、なんとかの瓶っていうのが、極意の針瓶っていうアイテムが必要なんですけど、それを集める必要があって、ちょっと、火力出すスキルが欲しくなるんで、まあ、これはちょっとね、おすすめはしないんで、まあ、だから、以上まとめると、まあ、本当に始めたてで、マジで、ストーリーやってますみたいな、超始めたての初心者で、20枚台以下の人は、福袋おすすめ。で、ストーリー終わって、周回してる人で、モッドが欲しい人はモッド一周するのが、おすすめですね。モッドスキル結構持ってて被っちゃうっていう人はおすすめしないです。最初、ステップアップオーダーっていうのが引けるんで、それモッド結構入ってるんで、まあ、それと被るっていうのはちょっとおすすめしないですけど、まあ、これはね、まあ、後々結構使うね、全開ストリートとかもね、いろいろ入ってるんで、まあ、悪くはない。本当に、悪くはない。被りが少ないんだったら悪くないオーダーだと思いますね。で、一周できるんだったらこっちのがおすすめかな。どうだろう。モッドオーダーのが、でも被りないんだったらモッドオーダーのがおすすめかな。いや、なんか、難しいけど、いや、こっちかな。こっちでフルバースト取った方がいい気がしますね。で、次にね、モッドスキル、モッドオーダーですね。っていう感じですね。まあでも、ステ3、こういうステップ3式の結構上級者向けのやつみたいなの以外は、全部おすすめですね、基本的には。まあなんかどのオーダーおすすめですかっていう質問に対してちょっとね、全部おすすめですみたいなこと言ったんですけど、それはね、アホほど課金できる人の話で、俺みたいにちょっとね、無課金、微課金の人は、あんまりね、
弾けないんで弾くオーダーをかなりね、厳選するんですけど。まあ、そういう感じです、大体。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。